カー,アーティス・チャールズ・フラットは MLB の元選手。ポジションは中堅守。アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身。1956年にシンシナティレッドレックスと契約。マイナーで打率340.29本塁打を記録し、9月9日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー。1957年9月25日の シカゴカブス戦でメジャー初安打を本塁打で飾る。12月5日に3選手との交換トレードで1選手と共にカージナルスに移籍。1958年は開幕をマイナーで迎えたがすぐに昇格。そのままセンターの定位置を確保し前半戦で打率。317を記録するが後半戦は不振に陥った。その後2年は目立った数字を残せなかった。 1961年は8月からレギュラーに定着すると調子を上げ、打率322を記録。1962年は開幕から17試合連続安打を記録するなど、好調で打率296、キャリアハイの12本塁打。1963年は後半戦で打率341を記録し、打率。 302、リーグ4位タイの200アンダ。初のゴールドグラブ賞を受賞し、以後7年連続で受賞する。1964年は、オールスターゲームに初選出される。打率、311、いずれもリーグ最多の211アンダ、739打席、679打数を記録し、チームの18年ぶりのリーグ優勝に貢献。 ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは打率200に終わるがチームはワールドチャンピオンに輝いた1965年は打率310.191安打キャリアハイの83打点を記録同年9月3日からリーグ記録の226試合連続無失策1967年はキャリアハイの打率335を記録し チームは3年ぶりのリーグ優勝。ボストン・レッドソックスとのワールドシリーズでは打率。179と振るわなかったが、ボブ・ギブソンが3勝を挙げる大活躍で3年ぶりのワールドチャンピオンとなった。1968年はチームのキャプテンに就任。メジャー全体で49人が防御率2点台を記録するピッチングイヤーだったが、メジャー全体で6人のみだった。 打率3割を記録し、チームのリーグ連覇に貢献。デトロイトタイガースとのワールドシリーズでは、最終第7戦、両チーム無得点で迎えた7回に c 1 2塁のピンチで、ジムノースラップの打球を追う際に転倒しに失点。チームは、敗れて、シリーズ連覇はならなかった。MVP の投票では4位に入った。1969年10月7日に、 ディック・アレン・タニ選手との交換トレードで、ティム・マッカーバー・谷選手と共にフィラデルフィア・フィリーズへの移籍が成立。これをフラットが拒否し、12月24日に MLB コミッショナーのボーイ級がン宛てに、トレードの無効を訴える書面を送るが、拒否される。MLB 選手会事務局長のマービン・ミラーは、費用の負担等、裁判への全面的支援を約束。また、 アメリカを代表する弁護士の一人であったアーサー・ゴールドバーグが報酬を土外視しての協力を約束し、1970年1月16日に保留条項を奴隷制度に例えて独占禁止法違反と主張し、キューンと MLB に対して410万ドルの損害賠償を求める訴訟を起こす。フラットは同年のシーズンを棒に振るが、8月に訴えが却下される。 トレード自体は、フラットの移籍拒否に伴い、カージナルスがフラットに代わるに選手を譲渡したことで、形式上完結していたが、契約上フラットもフィリーズの所属となっていた。1970年11月3日に、ジーン・マーティン・タニ選手との交換トレードで、ワシントン・セネターズに移籍するが1年半のブランクは、大きく、またプレーするモチベーションも失っており、 1971年は13試合に出場して打率。200と振るわず4月に現役を引退した。裁判はその後も続き、最高裁にまで持ち込まれるが敗訴。結果的に自らの選手生命を縮めたが、この問題を通じて保留条項に風穴を開け、これをきっかけに10年間休会に所属し、5年間動 一チームに在籍した選手はトレードを拒否できるという 10&5 ルールが1975年に作られ、同時に年俸調停制度が始まった。さらにはフリーエージェント制度導入のきっかけにもなった。引退後は、オークランドアスレティックスの専属解説者等を務めたが、若い頃からの飲酒と喫煙がたたり、1997年1月20日に咽頭がんのため、 ロサンゼルス市内で死去、59歳没。2020年10月19日、MLB 選手会はフラットを叩いて、選手会や選手の権利向上に寄与した人物に贈るカートフラット賞を創設することを発表した。ミート力が高く、1960年代に打率、300以上を6度記録して、リーグを代表する高打者として活躍した。六度のうち、 3年連続、300以上、2年連続、300以上が、それぞれ一度ずつある。投類技術は低く、通算88投類に対して、投類史が73個あり、成功率は55%である。ありがとうございます。